ジ軍の勢い止まらず左翼が崩れました。なんと、あのサルメが。ゴズメを出して食い止めよう。はっ。ゲセヌ、いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、トシミツ。霊石をどこへやった。
だ。
深く。いかん、光秀様の身が。いつもながら見事だな。さあ、光秀を倒しに行くぞ。あ？どうした？なんだよ、その顔。おのれ！汚い真似を！光秀様を頼む。おい、本当に行くのか。我らを口封じのため抹殺、それがお主らの筋書きであろう。すでに滅びを覚悟した身、今さらお主と争う気はない。信長様の命を奪ったのは、重き大義を果たすため。世は調和の上に成り立つ。乱れては万物が滅びよう。奪った主君の命も、そして共に滅びゆく我が命も、所詮は調和のうちに収まる一かけら。口惜しきは闇に潜みし邪悪の目。お主の意に任せよう。お主、藤吉郎とは異なる道を行くか。まずは逃げるが勝ちかもね。三河の家康殿を頼りましょう。何遠慮してんの。行くわよ、一緒に。